両チーム上位浮上のきっかけ作ることができるでしょうか。さあ両チーム今ピッチに入ってきました。支配率という部分では岐阜がリーグ2位というところでどんな試合展開になるんでしょうか。今キックオフです。鳥取の選手に当たってゴールラインを割りました。もう一度コーナーキック岐阜。さあ菊池から田中一旦戻して吉浜へ。吉浜前線持っていく。んどかが出ている。んどか体を入れてシュート。振り返って左足決めたのはんどか。今シーズン初ゴール。んどかがもたらした先制ゴール1対0。自ら振り返って左足を振り抜きました。清永ヘニックがボールを取る。藤岡へ。さあ藤岡が上がっていく。逆サイドんどか。んどかから吉田。そして藤岡左足振り抜いて、これは入りました。藤岡3試合連続のゴール。ところではありましたが、岐阜がさらにリードを広げました。ここは庄司のコーナーキック。アウトスイングのボール頭で狙ってきましたが、これは枠の左。アウトスイングのボール庄司ですが、庄司が上がるというような指示。さあ左サイド宇賀神からクロス上げる。さあボールが残っている。藤岡が取る。藤岡の右足。さあこれで先発の2トップからは変わりました。さあ藤岡チャンスになる。エリア内下げて久保田へ。もう一度久保田へ。久保田の右足シュート決まった。この久保田の得点で3点目。 FC 岐阜高く蹴り上げた。この間に長い笛、試合終了。 FC 岐阜勝利を収めました。3対0。